月100万円を超えたらしいんですけど、あ、どういうことですか。軽く超えてきましたね。軽く超えましたか。コツはつかみましたね。ポイントは何ですか。だからこの検索する努力さえやれば、みんな稼げるんじゃないかっていうふうに。いや、なんで100万円稼げるんですか。稼げてない人に教えてほしいんですけど。どうですか、はるくん。これ、あの、未使用なんですよ。なんか、あの、海外のしょうもないやつかなと思ったら、バッファローって書いてるからさ。うん。いいじゃん。いや、これ自体は、中古相場。大したことないんですよ。あ、そう。ただこれ、未開封だから、この、未開封のね、機器って結構売れるんですよね。ですよね。これが VHS だったら最高だったんですよね。思った、俺も。VHS だったら、もう、7万とか。あ、今またそのもうビデオが。新品だったらね。あ、新品だったら。あ、すごい。7万から10何万あったんですよ。これはまあ、じゃあまだ相場を検索してない状態。そうですね。なるほど。うん。まあでも DVD とかそんなには。まあでも、ね、あの、まだ DVD だけど、うん。CDR とかさ、その。うん、なんかいろいろ対応してますからね。なるほどね。これは、あ、セーラームーンね。ハルくん、これさっきのジャンタクのやつ。うん、セーラームーン。え、何セーラームーン。実写版。DVD？ うん、DVD。そこそこ高いと思う、ね。高そう。うん。1個1000円ぐらいにはなるんじゃない。あ、セーラームーン、実写。セーラームーンはね、安定して。最終兵器かなと思う。なんか1個違うのかかったけど。いや、大したもん入ってない。大したもん。これ目当てで買いました。何ですか。うん、オーディオインターフェースですね。高いんですか。そんなに、4,000〜5,000円だと思います。4,000円だと。あとなんか、ウォークマン入ってるね。これ未使用かな。あ、未使用だったら高いと思うよ。ね。あ、そう。なんかあんま使ってない感じしますね。見てみようか。お、ほぼ、おぉ、備品ですね。使ってないんじゃない。あれはフィルムはないけど、ほぼ新品。じゃあ高いね。うん、まあ高いかもね。かもかも。アリコさんどうですか。いや、面白い。ブランド品やめますか。そうだね、ブランド品の方がいいんじゃないの。一撃数百万でしょ。だってハルくん、これは？これは先端ヤマトですね。プラモデル。プラモデル作ってないやつ。これは大体いくらぐらいなんだろう。すごそうに見えて、4,000〜5,000円なんですよ。確か。そう。うん。じゃあ、日本のメーカーじゃない感じかな？いや、あ、でも、発生側はコーポレーション。日本メーカーだと。なんかもうちょっとありそう。実はね、こっちの方が高いんですよ。ちっちゃくて。何これ？ヤマト。ヤマト？これもヤマト。8,000円ぐらいで売れるのかなぁ。綺麗にしないとね。ってなんですけど。すごいね。プラモデルってなんか豪華そうに見えて、はいはい、高そうに見えて実は安いとか結構あるんですよ。あ、見た目で買うと、大体どこもする。ある程度、なんか基準があって。じゃあこの、これちょっとなんかほら、おもちゃがまだ何個か入ってるんですよ。ルパンとか、うん、なんかもろもろで。でも、はるくんは、この山は、このヤマト2個を見て買ったんだ。そうですね。なるほど。うん、覗き的な感じ。まあ、覗き切れるけど。これはもう、なんか、これ以上だったら欲しくないっていう、やりがあったんで。100巻。テラ。ドン。あ、これ1万円なんだ。じゃあヤマトで。こんな安く買えないんですよ。なるほどな。昔のスパイダーマンの初期のビニールに入ったフィギュアなんて50万ぐらいで買えますよ。あ、そう、うん、おもちゃ結構そういう世界。おもちゃね。でもあのカウズとか買っときゃよかったなって思うわな今。それちょっと話が違うところに行っちゃうんですけど、おもちゃもやっぱ値段がね、上がるんですね。バンドの、これはスニーカーが入って、入ってる。お、
いいじゃん。ミッドナイトのスニーカー。あ、そうだ。サイズは24。これもう超ド定番だからね。けどまあ、3、4000円で新品が買えるか、今はね。うん、なかなか厳しいかもね。やってないですね。こういうのはもう市場に入れちゃった方がいいかもね。履きたい人が買ってくれんじゃん。うん。バーバリーで来たんだけど。おっと、これいいんじゃない、本物ですか。お、いますか、なんかね。いけてんね。いけてますか。いけてる。やったぜ。これこそ買って帰ろうか。ゲソるからダメです。なぜ。ゲソんないよ、俺、ハル君。いいねでどうぞ。これは後でじゃあ交渉しよう。でもほら、俺、荷物になっちゃった。でも後で話しちゃうと思う。いいねでどうぞ。だから、まあ、ね。いいよね。知り合いを、知り合いがいるっていいよね。こいつはゲソるぞ。違う違う。いつもできたんじゃないこれ。簡単にね。でもなんか本当にその自分も結構あるんですよ、はい、動かせれない、うん、ゴテゴテになっちゃってるやつとか、はい、それをなんか柳田くん、春くん以外でも巻き込んでね、まあ交換会じゃないけど、うん、フリマとかさ、あ、でもこれは鮮度抜群ですよ、やれたらいいですよね、鮮度抜群だから、そう、まあ、ブランド品はまあ、あのさておき、こう滞留在庫を交換し合える、売買し合える集まりがあったらなんかやりたいですね。なんか、あ、月100万円を超えたらしいんですけど、あ、どういうことですか、噂では。これはもうこのマンパワーで頑張ったお金じゃないですか。130万円を超えたという噂なんですけど、はい、130ね、軽く超えてきましたね。軽く超えましたか。しかも1ヶ月だけじゃなくて2ヶ月目も、なんなら3ヶ月目も超えそうという噂を僕は聞いてるんですけど、なんかコツを掴んでますね。コツ掴みましたね。ゆっくりと。コツは掴みましたね。ポイントは何ですか？やっぱオーラ。オーラ？オーラですか？商品から出る。商品から出るオーラ。オーラ。感じ取っちゃうんですよ。やっぱり。最近。僕がずっと言ってるあれですね。そうですね。スカウターがついに、そうですね、反応するスカウターができたということですか。多分ね、オークファンの検索回数を僕月にね、うん、1500は使うんですよ。1500、はい。だから2赤じゃないと回らなくて、はい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 、1000回もあるね。だからそのくらい検索する商品といいものに触れる環境があればスカウターやしないちゃうってことですね。3ヶ月ぐらいでね、顕著にその反応が出てきたかな。ちょうどね、ちょうどなんか今日のタイミングで今日ツイッターでつぶやいたんですよ、うん、なんかよく SNS 界隈の人は、はい、稼げるか稼げないかは知識系って言うんだけど、はいはいはい、転売に関しては、はい、絶対に検索系だと思うって、はい、そうだね、相場検索、そうだね、検索系だと、うん、だからこの検索する努力さえやれば、うん、みんな稼げるんじゃないかっていうふうに思って、仕入れはできるよね。ね、うん、検索能力がつけば仕入れには強くなるけど、うん、捌く能力はまたちょっと違うかなって気はします、うん、また別の能力ですか、うん、お金に変える能力はちょっとまた違う、なるほど、うん、スキルを使うんじゃないかな。ちなみに取扱いジャンルは、うん、どうですか。とりあえず何でもやるタイプ。何でもやりますね。特定のやつは決めてない。まあおもちゃはやっぱり行きたいなって。その定めないっていうのは何か理由あるんですか。うん、定めない、その特定のジャンルに決めつけないっていうのは。いや、なんかやっぱり面白いから。あ、面白いから。いや、めんどくさいなと思うよ、この全自動麻雀卓なんか買ってて、ね、うん、どうしようかな、自分でやろうかなとか悩むけど、うん、でも大体こういう大きいの買うと自分で売らないで市場で売っちゃうんですよ、うん、ああ、結果的に結局ね。で、そういうまあ繰り返ししながら、でも今度はちょっと売ってみようかなとか、これだったら売れそうだなとか、自分でも売れそうだなとか、ちょっとなんか一個ずつ工夫してたら
そのハードルが超えた時に嬉しいなと思って試行錯誤してるんですね。ちなみに逆にやらないものは、取り扱わない商品はあるんですか？取り扱わないっていうか、ちょっと遠慮しがちなのは、ブランド系。あ、ブランド品。うん。あ、意外だね。ですね。心眼ができないんで、はい。できないわけじゃないんですけど、うん、買い方っていろいろあると思うんですよ、うんうん、でぶっちゃけあんまり偽物って買ったことないんですよ、うんうん、場の空気と、はいはい、ブリンさんとその商品の質を見ればなんとなく本物かどうかわかるじゃないですか、はいはい、だから今までフィーリングで買ってなるほどね買ってたんですけど、それ専属でやったらそれ通用しないじゃないですか、まあ、それこそ売るときも困るもんね、だからやらないっていう。ああ、なるほど。だこれはいけんだろうっていうのは買うけど。ああ、あと、なんだっけ、冷蔵庫、洗濯機。ああ、もうでっかいからやりたくない。あと、家具？家具は無理。それぐらいだよね。あとは。冷泉、洗濯機、家具。うん、ああ、そうだね。あとは何でもやるって感じですね。基本的には、ライバルがいないところで、その安い商品を安く買って、勉強すると。いや、なんで100万円稼げるんですか？稼げてない人に教えてほしいんですけど。まあ買えるか買えないかじゃないですか。仕入れですか。うん、買えるか買えないかっていうのは、例えば市場に行って、カゴ台車3台分よくわからない荷物、はい、セット売りの、うん、安かったら買いますか。はい、買います。まあ僕は買うタイプだけど、うん、これ買うタイプの人じゃないと大きく稼ぐことはちょっと難しいかもしれない。あ、逆にそれを言うと買えるようになると稼げるってことなのか、うん、そうそうそう。なるほど。結局買った後にその荷物をどうするかっていうのがその人のスキルじゃないですか。あ、売るね、うん、はい、売るのか市場に持っていくのか整理して、どっかの業者に売るのかとか、そういうスキルとか経験値、アウトチャンネルがあれば、すぐに、これ買っても、1週間で捌けるなとか出口が見えてれば仕入れられるし、なるほど。これ買っても、どうしたらいいかわからないっていう人は、おそらくそこで止まっちゃうんじゃないかな。なるほど。うん、まあ普通はね、手間が、うん、あと置き場所、うん、保管場所が嫌だから。そう。僕なんか買ってからね、倉庫契約したらね。あ、もう入んないな、先にね。そう。もう入んないなと思って。あ、なるほど。市場で買うだけ買いまくって、カゴ台車10台ぐらい買ったのかな。うん。10台？うん、10台。で、もう入んないじゃないですか。入んないね。うん。買ってから考えるよって思ったから、うん。その日にコンテナ倉庫電話して、契約して、荷物を次の日入れて。なるほどね。そういうこともやってるんですね。うん、まあ、そのくらいのなんかその、思い切った感じでやらないと、厳しいかなっていう感じがします。それは100万いくぜって感じですか。100万はね、やっぱ目標だったんでね、なんとかね。もうゲームです。ゲームスコアゲーム。あ、なるほど。100万点、100万点稼ぐぞっていうスコアゲームを毎月やってるだけな。次の目標はじゃあどうしますか、うん、200万点。200万いくんじゃん。いくのかないや、行きそうだけど。すぐ回せないんだよ。ああ、人を雇わない。うん。一人だと100万円台が、そうですね。手いっぱいってことですか。100万、結構頑張らないとね。そっか。行くと思います。僕は。ありがとうございます。すごいよね、はるくん。俺も頑張ります。見習って。ブラの日やめますか。やめます。